マリア・テレジア・フォン・パラディスは、オーストリアの女性音楽家、作曲家、若い時に失明した。モーツァルトのピアノ競奏曲第18番ヘインロ町長は、パラディスのために書かれたと言われている。パラディスの父ヨーゼフ・パラディスは、帝国商務省長官で、皇后マリア・テレジアの宮廷古文官だった。よく皇后が彼女の名付け親だと言われるが、事実はそうではない。 パラディスが視力を失ったのは2歳から5歳の間だった。1766年の後半から1777年の中頃までパラディスは巧妙なフランツ・アントン・メスメルの治療を受けた。メスメルはパラディスの症状を一時的に回復させることができたがパラディスはメスメルの治療を取りやめた。その理由は一方ではメスメルが 催眠療法に用いていた謎の楽器、グラスハーモニカが人を狂わせたり死に至らしめるという、世間の混乱によって禁止令が発令されたのに、かかわらず、メスメルは禁止令に反して、不当に、グラスハーモニカを療法に使い続けたというスキャンダルと、もう一方では、パラディスの障害者年金の含み損とも言われるが、いずれにせよ、メスメルと別れたことで、パラディスの視力は、一生失われたままだった。 パラディスの治療を完遂できなかったことと、グラスハーモニカの禁止令に背いたことから、世界の催眠療法の先駆者であるメスメルはウィーン追放を命じられ、彼の人生にとっては大きな転機を強要させられる事件となった。パラディスは以下の人々から音楽教育を受けた。1775年まで、パラディスは歌手としてピアニストとして、 ウィーンの様々なサロンやコンサートで演奏し、そのための曲を作曲家たちに移植した。代表的な作曲者と曲は以下の通りである。モーツァルトの曲に関して、ルース・ハリウェルはその著書、ザ・モーツァルト・ファミリー・フォー・ライブズ・イン・エイソーシャル・コンテキストの中で公開いている。この競争曲が何であったかは、はっきりしない。レオポルトはンネルに、輝かしい競争曲と、 手短に説明し、パリでマリア・テレジア・フォン・パラディスのために書いたものだと言った。この文面から彼もランネルもその曲を知らなかったということが推察できる。もしそうなら、その曲はその手紙の当時、ザルツブルクで最新作だったと思われる K456 より後の作品に違いない。いずれにしても、パラディスが多数のソロ、宗教曲のレパートリー同様に、 60曲以上の競争曲を暗記していたことが広く伝えられていて、優れた記憶力と極めて正確な聴力を持っていたことは確かである。パラディスの活動はウィーンだけにとどまらなかった。1783年、パラディスはパリとロンドンに長期ツアーに出た。母親と台本作家のヨハン・リーディンガーが同行した。リーディンガーはパラディスのための表記法システムを 発明した人物である。その年、一行はザルツブルクのモーツァルト家を訪問した。8月のことだったが、ナンネルの日記では9月にあったように書かれている。パラディスはフランクフルトなどのドイツ各地で演奏した後、スイスにも行き、パリに到着したのは1784年3月のことだった。4月、ルコンセール・スピリチュエルで最初のコンサートが行われた。 ジャーナルでパリの批評はこうである。誰もが彼女の演奏のタッチ、正確さ、流暢さ、生命感を解釈するために演奏を聞いたに違いない。パリでの14回の公演はどれも好評と称賛を博した。さらにパラディスはバランタンハウの最初の盲学校設立を援助し、それは1785年にオープンした。1784年後半にはロンドンに渡り、 続く2、3ヶ月、宮廷や、カールトンホール、ハノーバースクエアのプロフェッショナルコンサート、その他で公演した。ジョージ三世のために、ヘンデルのフーガを演奏し、後では、プリンス・オブ・ウェールズがチェリストとして伴奏した。しかし、パリほどの好評は得られず、コンサートの人気もなくなった。西ヨーロッパツアーはなおも続けられ、ハンブルクでは、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハと面会した。 さらにベルリン、プラハを経て、1786年、ウィーンでツアーは幕となった。さらに、イタリア各国やロシアへのツアーが行われたが、結果は得られなかった。1797年、パラディスはオペラ、リナルド・ウント・アルシーナの制作のために、プラハに戻った。ヨーロッパツアー中、パラディスはピアノソロのための曲と声楽と、 鍵盤楽器のための曲の作曲を始めた。パラディスの初期の作品として挙げられる、1777年頃から作られた4つのピアノソナタは、実は、ピエトロ・ドメニコ・パラディーシュの曲で、パラディスの作品のほとんどが間違って、彼のものとされている。現存する、パラディスの最も初期の主要な作品は、サバル・フリーデル・アウ・フィラー・ライゼイン・ムジーク・ゴゼット・ストという歌曲集で、 1784年から1786年にかけて作曲された。パラディスの最も有名な曲といえば、ピアノ四重奏のためのシチリアーの編歩長長だが、この曲については、曲の発見者であるサミュエル・ドゥシュキンの偽作だという説があり、原曲は、ウェーバーのソナタとも言われている。1789年には、パラディスは、 演奏よりも作曲により時間を費やすようになっていて、それは1789年から1797年にかけて5つのオペラと3つのカンタータを作曲した事実からも明らかである。しかし、1797年のオペラ、リナルド・ウント・アルシーナの失敗以降、パラディスはそのエネルギーを教育に移行させた。1808年、パラディスはウィーンに、 自身の音楽学校を設立し、少女たちに歌、ピアノ、音楽理論を教えた。学校での日曜コンサートでは、学校の結出した生徒たちの作品が目玉となった。パラディスの授業は亡くなる1824年まで続けられた。作曲にあたって、パラディスはパートナーで台本作家のリーディングアーが作った表記法システムを使った。それは、 ボルフガング・フォン・ケンペレンの発明した手ずり印刷機に類似したものだった。パラディスの歌曲はほとんどがオペラ形式でコロラ・トゥーラとドリルが誇示されていた。劇形式の場面にはサリエルの影響も見受けられた。舞台作品の多くはウィーン風のジング・シュピール形式を手本とし、一方、ピアノ作品は恩師であるコジェルフの強い影響が見られる。 ウィキメディアコモンズには、マリアテレジアフォンパラディスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。